勝利の女神が微笑んだのは、サンフレッチェ広島レジーナだった。10月14日、轟き陸上競技場で行われた WE ーリーグカップ決勝は、広島とアルビレックス新潟レディースがクラブ初タイトルをかけて激突。6261人の観衆が見つめる中、試合は1点を争う激闘となった。延長戦を含めた120分間を戦ってもゴールネットが揺れることはなく、 スコアレスで PK 戦に突入し、4-2で制した広島が創設3年目で避難の初タイトルを獲得した。流れの中でゴールが決まることはなかったが、試合を通じて放ったシュートは広島が14本、新潟が8本の計22本。クロスバーやポストに弾かれた紙一重のシュートもあり、会場の空気が緩むことは一度もなかった。むしろ、 時間の経過とともにスタンドのボルテージは高まっていった。広島は創設3年目と歴史は浅いが、日本一の育成型クラブを標榜する J1 サンフレッチェ広島が築いた礎を生かし、女子も堅実なチーム作りを進めてきた。初年度から指揮を取る中村新監督が、いろんなエラーを経験しながら、全てと向き合って少しずつ成長してきた、というように、 明確なプレーモデルを持ちながら攻守の選択肢を増やし、今季は新戦力も躍動。攻撃では w リーグの三笘薫、こと MF 中島芳野が左サイドで果敢に仕掛け、中盤では MF 小川愛、MF 柳瀬風な MF 渡辺舞のトライアングルが流動的に動きながらゲームメイク。ボール前では新加入の FW 高橋美幸がターゲットになった。また 守備では DF 佐山桃子と新加入の DF 施設里の両センターバックが新潟のストライカー FW ・道上彩香を徹底マークし、最後までゴールを終わらせなかった。一方、新潟も橋川和明新監督が掲げる、剣手柔わらこうを体現。新体制になり、コンセプトが変わってから3ヶ月とまだ日は浅いが、 MF 川澄直美や MF 杉田ミら、新加入選手が攻守を底上げ、球際の勝負で競り勝つ場面が増え、奪ってから縦に速い攻撃が増えている。前半は守備の時間が長かったが、最終ラインでは初先発の DF 浦川莉子が180センチメートルの高さとリーチの長さを生かして広島の中島に粘り強く対応。 代表ゴールキーパーの平内かも安定したパフォーマンスを見せた。攻撃では司令塔の MF 上尾信恵とボランチの杉田がリズムを作り、前線では MF 滝川夢がドリブルでチャンスメーク。シュートこそ少なかったが、三上はワンチャンス仕留めそうな雰囲気を漂わせていた。互いに良さを発揮しつつも、最後のところで流行らせない、両者の気迫が会場の熱量を高めていく。 広島と新潟から駆けつけたゴール裏の両サポーターが作り出す会場のムードは、J リーグの試合にも引けを取らないほどに思えた。後半は、新潟が MF 石田千尋、FW 山本結菜の投入で流れを引き寄せ、セットプレーから何度も際どいシーンを作り出した。だが、87分に川澄からのパスに抜け出した道上の決定機は、 広島の GK コノミルナがファインセーブで切り抜ける。延長戦は再び広島がギアを上げた。120分間、プレーの質を落とすことなく違いを見せていたのがなせだ。クラブ創設メンバーに最年少で名を連ねた21歳のボランチは得意のインターセプトで何度も攻撃の起点になった。PK 戦では2人が失敗した新潟に対し、広島は高橋。 MF 上野真美、柳瀬 MF 立花用の4人全員が成功キャプテンの金がゆかりが優勝カップを掲げると川崎の夜空に歓喜の声が何度も響き渡った